私は昭和9年に東京浅草で生まれ、その後東京の蒲田近くの矢口の私で小学校2年までを過ごしました。私がちょうど10歳になった時、第二次世界大戦の空襲により家が焼かれ、家族10人は新潟に疎開することになりました。その途中上野で再度空襲に遭い、持ち物すべてを失い、新潟に着いた時は一面の雪の原にもかかわらず、私は半袖シャツに半ズボンのまさに着の身着のままでした。疎開後家族は借金を抱え、食べ物にも事欠く生活でした。私たち子供は学校すらまともに通えず、私は中学卒業と同時に住み込みのパン職人となりました。当時従業員は3名のみで、休日などなく年中無休の日々が続きました。やがてそのパン屋は発展を遂げ、100名の従業員を抱える会社に成長し、私も工場長となり、結婚をして子供にも恵まれました。しかしやっと人生が安定してきた頃、私は仕事中に倒れ、診断の結果重度の胃潰瘍と判明、入院となりました。入院後10日間の輸血を受け、その後4ヶ月間の入院生活で、痛みや苦しさのため死を覚悟しました。その苦しさの中、私は貧しかった時代を思い出し、また自分の人生は何であったか、今まで親兄弟への支援や仕事のために妻や娘に何もしてあげられなかったことなどを思い起こしました。退院後、死ぬまでに妻や娘、そしてこれから生まれ来るであろう孫のために何かを残したいという思いに駆られました。金も名声もない当時、自分に何が残せるか思案し、自宅にあった道具を手に取り、ご近所の方にいただいた木材を使い、彫刻を作り始めました。彫刻の作り方をまだ模索していた時に、制作した作品を新潟県労働者美術展に出品、幸運にも県知事賞受賞となり、続いて広島で開催された全国労働者美術展の知事賞受賞者展示会では優勝いたしました。その後、日本を含む多くの国々で数々の賞をいただいております。私は人の表情を彫る作家です。人生が深く刻み込まれた人の顔は尊く美しく、その表情を通して人々の人生を彫っていき、木の持つ生命力と人の生命力が融合した作品を今後も作っていきたいと思っております。また同時に自分自身の人生、さまざまな方の表情を通して彫っていきたいと願っております。最後に、私が芸術活動をする上で兄弟からのさまざまな援助により、海外出品が可能となり、受賞につながったことを心から感謝するとともに、私の今後の活動によりその恩返しをしたいと思っております。